さあそれでは本編参りましょうか。今週の名場面、名場面、これは出るんだ、これは出るんだ出るんだこれは、はい。さあ生きがいいきますよ。結局12本だったのかな、今日のは、はい、12本あります。さあじゃあ張り切ってまいりましょうかさあまず1本目といえばこの人ですよね、はい。5月22日月曜日のモーニングから届いております。それでは見ていきましょう、どうぞ。でもこの間その解毒生活っていう本を読んでいたら、解毒あのこうやって洗うより、あの立って立ってこう上を向いて洗った方がいいんですって。ヴィーナスシャワーって書いてあったんですけど、ヴィーナスのようにこうシャワーを浴びるといいんですって。なんかあのなんで笑うんですか。ヴィーナス、なぜ、え、私ですか。意味が分かんない。でも普通に一回やったんですけど、普通になんかこんな感じですよ。普通ですよ。何にも面白くないですよ。はぁとかじゃない。パサ大丈夫ですか、こんな感じよくわかりました。いや、そう何してる、でなんかこうやってやるといいって書いてありました、シャンプーするとき。え、何それ。オッケーシャンプー、なんかここってすごく力が入りやすいから、あの髪に刺激が強いんですって。だからあのここの3本を使うっていう意味で、 OK すると自然とここの2本が使わなくなるから、3本でこうやって洗うと、頭皮にいいんですって。封印するっていう意味で OK シャンプーでこう洗うと頭皮の刺激が少なくて、髪にもいいんですって。なるほどね。そうですね、剥げにくいし、あとは白髪にもなりにくいって書いてありました。もちろん人によると思うんですけど、その本にはそういう風に書いてありましたよ。血行が良くなったりするんですかね。そうだから OK シャンプーでヴィーナスシャワーしたらすごい、 OK シャンプーでヴィーナスシャワーしたら、すごい、え、またやるんですか、またやるの、またやるのいいですか何これこれ、え、今伝わりました、今ので十分伝わりました伝わりました今ので、はい、あんな感じですよその本を見せていただきたいですね。解毒生活、そうなんだ。ただ僕の場合はこれどころじゃないぐらい気を使って洗ってますからねあのね、シャンプーのマッサージっていうのは非常に有効なんですよ。まずそこから念入りに優しく洗ってきますからね。でガシャガシャガシャとかやんないですもん、絶対に、はい、ゴシゴシしないですよ。もう本当にこう柔らかく頭皮をマッサージしてくれる。しかもこう向きが大事ですからね。あのね、ちゃんとその下からのこう首からのこう血をちゃんとこう上に上げないとですねダメですよ。ヴィーナスシャワーもいいかもしれないですけど、僕はよりこう血液の栄養をこう上に上げた方がいいと思いますそういう感じのマッサージをしながらです、はい本書いた方がいいかもしれないですね育毛生活、はい、さあそれでは続いて参りましょうか。続いて5月22日月曜日のムーンから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。こんばんは。5月22日金曜日、あ、失礼しました違う、月曜日、ごめんなさい、花金好きすぎてごめんなさいはい、ちょっとお天気カメラ戻りたいと思いますあ、収録か、月曜日だ、月曜日
なるほどなるほど、収録だったんですね。いやでもキャスターにね、花金とかあんまり関係ないですからね。シフトですから僕ら、はい、別にね土日が休みってわけではないので。でもなんか響きが好きなんでしょうね、はい。さあそれでは続いていきましょうか。続いては5月23日火曜日のモーニングから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。癒されますね。うわすげえ。水も美味しいのかな、どうなんだろう、湧き水、メロン味になって、アリが歩いてる。あ、失礼いたしました。スタジオに大きいアリが歩いていて、すごい今注目してしまいました。びっくりした。あのリポートにアリが歩いていたわけじゃないです。あ、すごい、ここまで来た、おいで。あれ手に乗らない。すごい今ね皆さんの前通ってますよ。てててってね、かわいいですね。ちょっと皆さんにお見せすることはできないかな。あ、ほら。うわーすげー早い。おすげー早い。あ、どっか行っちゃったよ。早い。乗ってますね。はい。ちょっと、あ、落ちちゃった。めっちゃ早い。ちょっと不測の事態です。失礼いたしました。すごい大きいアリさんが歩いていたので。でかいね。でかかったね。大きかったですね。すごいでかい。すごい大きいアリさんでした。わー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 、びっくりした。アリ大丈夫なんだね。虫。うん、ナウシカ通ってきてますね。あーなるほど、青き衣を着せるしかないですね彼女には。いや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 、早いアリだったね。アリ、アリもね、ちょっと注意が必要なアリもいますんだよね。まあ、でも見た感じ大丈夫なアリだったけどね。ナウシカ、ね、のハロウィンのコスプレが決まったってコメントもありましたけど、そうですね、そのもの、青き衣を身にまといみたいなナレーションで出てくるんでしょうね。ああ、ナウシカ、ナウシカなんだ。ナウシカじゃなくて。ナオコかにもな。はい、さあということで、いや確かにあれぐらいでかいアリがこのテーブルとか歩いてたらそりゃ言うよね、うん。さあそれで続いて参りましょうか。続いて5月24日水曜日のコーヒータイムから届いております。それでは見ていきましょう、どうぞ。皆さんお気をつけください。それでは最後に空の様子撮りたいと思います。今日はベザーリポートナビのテーマはうるおいリポートです。うるおいを教えてください。はい、幕張はうるおいありますね。そこに一緒に入るかな。あ、え、嘘。え？取ろうとしたのに、ちょっと何、すごい元気なくなったんですけど急に。え、そんなことあります？何、え、働いてください。え？ちょっとあの元気ないところ撮りました。ちょっとね、びっくりしちゃいましたね。はい、ナイスなタイミングでしたね。誰か見ててシュッてやったじゃないの。パッチッ、ぴったりなタイミングでしたからね。はい、さあそれでは続いて5月24日ですね、水曜日イブニングから届いております。
それでは見ていきましょう。どうぞ。北海道のウェザーニュースアップデートです。明日の天気アイコン確認していきます。あれあれあれ天気アイコンがあれ天気アイコン村上さんみたいななってますね。ああそういうことか。なるほどなるほど。本当は取り切りのマップが出るはずが村上がスイッチされてたってことか。なるほどなるほど。なんだろうって思ったけど、なるほどね。はい、いやどうしたんですかね。なんかねそういう狙ってるのかスイッチミスなのかちょっとね、今度みんなで一回議論しないといけないですね、うん、さあそれでは続いてまいりましょう。5月25日木曜イブニングから届いております。それでは参ります。どうぞ。というわけでここまでソライブイブニング3時間ご参加いただき皆さんありがとうございました。ではこの後も素敵な時間をお過ごしください。今のは完全にミスです。今のは完全にね、はい、ミス中のミスですね、はい、いやーねなかなかなくならないですねこういうのね。はい、さあ僕も終わった後は油断しないようにしてます。そう油断しないようにこうシュッってなって、まあ、仮に OK ですって言われても本当か V が始まるまで待つぞとかマイクを振ってますって言っても本当か俺の方でカフ下げるぞっていうのはやってます。はい、そう疑心暗鬼になってるよね。いや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 、そういうなんかね攻防戦っていうのがあるんです。さあそれでは続いてまいりましょうか。はい、続いて5月25日木曜日のムーンから届いております。それではどうぞ。じゃあそろそろお休みの時間になりますかね。まあこの後皆さん、ナイトの方もしっかりと見ていただくということもあるんですけども、まあ一応この辺りで区切りはつけようかなと思ってますんで、このコーナー行きましょうか。でもこれなんかどうしようかなこれな。はい、じゃあ行きましょう。おやすみキャッチ。まあおやすみキャッチということで、行きますけども、まあだんだん季節の方が進んできました。ね、沖縄はもう梅雨の季節になってますけどもね、これから季節、まあ雨の多い日が多くなってくるかと思いますんで、まあそんな雨、の音というところをちょっと今日はテーマにお休みキャッチいきたいと思います。雨音にいざなわれて冬もう一回やっていい？はい、ちょっと今のなし。もう一回。ちょっと待って、収録してるのこれ、はい、あ、収録してるのか。収録してるのちゃんとやらなきゃな。じゃあ行きましょうか。はい、どうぞ。まあ、雨の季節になってきたということもありますから、雨をポイントにいきたいと思います。タイトルコールから全部やれと。分かったよ。はい、すいません大変失礼しました。最初から全部やり直せこのバカ野郎ということなのでやり直します。おやすみキャッチ。もう3回同じこと言いますからね。はい、ああなるほど、そういう意味だったのか。さっきね微妙に何かなとは思ったんですよね。そうかそうか、そういうことなんですか。はい、ということでね、あ監督のキャッチもね見れたということで、さあ続いていきますか。続いてはですね5月26日金曜日
コーヒータイムから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。ソライブ24、でもシンプルだけどすごく分かりやすいかもしれない雨の日も怖くない本当だ、万華鏡みたいになってる。なんだろうな、なんかちょっと綺麗に見えちゃうけど、お花みたいになってる怒ってんのに雨の日も怖くない。これ持ってればもうなんかあった時にえいって見せたらわーってなるかな。違うよね。書けるかな私。できた。おもろい。どうしたら、同じだ同じ。どういうこと、逆さまってどういうこと、間違えた。内側から書かないとダメだった。大丈夫大丈夫。怒ってる怒ってるよ。完全一致完全一致同じだよ、本当に同じだよ。一致しないこれいいんじゃない。めっちゃ怒ってる上手いね、うまいうまい、なんか切れてる感がすげえうまい、うん、なるほどね。新しい傘のなんか模様を考えてくれたんだね、みんなでね。あれもうあれもカッサソンの一つっすよカッサソン、ああいうの、そうそうそうね、あれパッて開いたらね、もうあ間違えたっつってすいません間違えましたって戻しちゃうよね、ね、うん、怒られてそうだ、ね、聞く聞く、うん、さあそれでは次行きましょうか。続いて5月26日金曜日、あれいいのかな、はい、金曜日のムーンから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。あっちゃん、いつぶりですか？すごい久しぶりな気がするんですけど、なんか半年ぐらい絡んでないようなね、本当そうですよね半年ぐらい経つかもしれないですね。会ってない、うん、そう、会ってなかったんです。逃げて逃げてって来てるけど大丈夫ちょっと始まる、このクロストーク始まる前から来たぞ来たぞって、あ本当にすごい来て、食べられちゃうとか後ろ書かれてる大丈夫です、女の子は食べないのでこら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 、それもそれ、うんうんうん、それもそれ、ちょっとだからスタッフがざわざわし始めましたよ別にだってねえ、そんなそっちの趣味ないから大丈夫それざわざわしてますけど大丈夫ですかはい、もう貫禄が出てきちゃった、うん、ねえ、四天王、何なんだろうね、あのオーラはね。あさあ、続いて、5月28日日曜日の、あ、今日のホタルの中継から来てますよ、いくつか、はい、それでは1本目参りましょう、どうぞ。まあここまで日が暮れてるのであと、まあ、10分15分ぐらいで、はい、暗くなってくるといいなっていうふうには思ってるんですけれども、そうですね、はい、間違えた、いや、あの
今日 の, そもそもそのホタル中継の時間を決めたのは、はい、ホタルが飛びやすい時間に合わせてやってるんですよ。なるほど、このホテルホタルそれはやめてください。時間的に確かにねそうなんですけど、ホタル側に合わせたんですね。ホタル側に合わせました、はい、ホタル側に合わせて、はいはい、ホテル中継はしないです。ホタル中継、そんな中継やったことないです。ホテル特集はしないです、はい、いやー番組の冒頭だったんでね、ちょっとびっくりしましたね。びっくりしました、はい、正直さあそれでは、ホタルから2本目ですね、はい、それではご覧ください、どうぞ。でこのプレゼントなんですけれども、これウェザーニュースタッチっていうスマートフォンのアプリですね、はい、そちらの方からの投票になっておりますので、はい、もしダウンロードがまだだという皆さんはですね、はい、今すぐダウンロードをしていただければと思います、はい、で今回は、こちらのその番組の配信、ウェザーニュースタッチもちろん、アプリの方からも見れますし、 PC アプリ空窓アプリですねからも、あとはウェブサイト、ウェブ910の方、あとは YouTube ライブ、そしてニコニコ生放送、フレッシュ、LINE ライブ、プレス、プリス、ペリスコープ、ペリスコープ、すみません、ペリスコープ、M キャス、Facebook ライブ、プレステに配信してなかったっけ、10個、あれまだしてないプレステには、ああ。超リークだったのかな、もしかしてこれから配信するのかもしれないですねプレステ、あ、してないか、あ、まだしてないよね、そうだそうだそうだ、よし、じゃあこれからもう急いで連絡しよう連絡する、はい、さあそれでは、最後になるかな、はい、同じく蛍中継よりどうぞ。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。これびっくりだね、これはびっくりだよ。これちなみにスイッチ間違えたの寝頃ね、寝頃たけしがスイッチ間違えたあいつあのすげえ久しぶりに、ディレクターに入ったもんだからスイッチが分かんなくなっちゃって、あれこれこれだっけ、あれ違う出ねえな、あれどれだこれかって押してたんだね、それ聞こえててあれ大丈夫かなみたいな、はい、俺来てない、映像来てないよ、あこっちかっつって押してたんで、はい、猫が間違えてました、はい、すいませんね、いやーびっくりしました。さあということで、本日ノミネート作品は以上となります。ありがとうございますはい、じゃあ皆さんからお聞きしていきましょうかね、はい、じゃあ読み上げますね。1本目、北北星人のサービスソフト、あのシャープしてたやつね、はい、次、サイアンはいつでも花金、虫と戯れるナオコン、噴水に意地悪された天使、ヒカルンの災難、天使の神対応、監督キャッチまでの道のり、オコミーと傘、ナナちゃん逃げてイダッチの好物、アオリンホテル中継、火を襲う森田現象、最後にやった村ピーの好物の12点になります。さあまず1本目のノミネート入れていただけますか。どれが多いんだろう、どれが多いかな、おこみが多い、おこみ多い、ああおこみ、まずおこみで入れますか、まあ、あれは確かに忠実、もう僕も共感ですね、はい、まずおこみ入りました、おこみカッサソンね、はい、
さあじゃあ2本目参りましょうか。噴水が結構多いかな。噴水と監督って感じが多いね。まずは噴水来ましたね。はい、噴水に意地悪された天使が本日2本目になります。さて続いて続いていきましょうか。3本目、今のところナオシカホテル監督っていうこの3つが多いっすよね。ソライブの方は監督が多いですよね。こんなものナオシカが多いんだよね。じゃあ監督とナオシカを入れちゃう。よし、じゃあそうしよう。3本目監督キャッチまでの道のり、4本目がナオシカ。ナオシカってどれだっけ。アリのやつか、はい、そうかそうか、まるであのオウム、オウムと戯れるナオシカみたいな、なんなんだなんなんだって言いながらねやってそうだよねはい、さあテトを乗せないといけないですね、はい、さあ、あニコ生の方アンケート出てますね、はい、迷うな。よし決めた。お、さあどうすか。毎週迷うな。君に決めた。ポケモンね。ポケモンの今映画だよね。君に決めた。さあどうでしょう。皆さん押していただきましたか。よし、じゃあ行きましょう。それでは5秒前です。4、3、2、1、終了です。でまずニコ生の方から見てくださいね。はい、ニコ生オープン。33% でオコミと傘が1位、そして2位は噴水に意地悪された天使が2位ですね。あーなるほどなるほど。でも結構割れましたね。ナオシカも 21.9%、 監督キャッチが 17.5%。 はい、それではそのボタンの方見ていきましょう。おっ、天使が1位、2位がおこみ、おー、ナオシカと監督キャッチが逆転してますね。なるほど、これ分かれたね、分かれたね。うん、これは悩みますね。対象、対象どっちにすべきか。いや決選投票するまでもないよね。いやあのみんなにとってどっちが幸せかって話ですよ。よく考えて、怒られんのとね癒されるのどっちがいいって話ですよ。どっちがいいの。癒されるのがいいに決まってるでしょ。はい、じゃあ、噴水に意地悪された天使を今週の大賞にしたいと思います。おめでとうございますまあね、怒られるのも一興って話もありますけど
まあ、それは趣味の世界でね、はい、みんなやっぱり癒されるのがいいのかなって思いますよ、はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、それでは今週の大賞です。どうぞ皆さんお気をつけください。それでは最後に空の様子撮りたいと思います。今日はウェザーリポートナビのテーマは潤いリポートです。潤いを教えてください。はい、幕張は潤いありますね。そこに一緒に入るかな。え、嘘タイミングが見返すとタイミングがめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃ見事なタイミングでした。え、完璧。撮ろうとしたのにちょっと何、すごい元気なくなったんですけど急に。すげえタイミングだったな今。え、そんなことあります。何、え、本当にこれコントレベルのタイミングバッチリだったね。え、ちょっとあの元気ないところ撮りました。ちょっとね、びっくりしちゃいましたね。いやーね、神がかってるタイミングだったよね。俺も入れて撮っちゃうかな、パシャッてパシャッて、すごいいいタイミングでした。さあということで、はい、今週のね名場面大賞も決めていきました。この、まあ、その4択にノミネートされた、名場面作品は改めて YouTube の方にアップさせていただきます。はい、どうですか最近の再生数は。順調ですか。2000ぐらいですか。ああ、なるほどなるほど。はい、ピーリク、なんかピーリクってコメントがいっぱいありますけど、今日は特にないんじゃない。ピーリクない。え、あー、コメントに書いてるものは流せないです。はい、コメントに書いてるやつは流せないやつばっかりです。はい、それは自分であのアーカイブを見てください。はい、っていうかそれはね、ノミネートされてない時点で察してください。ね、はい。はい、察しました。はい、ありがとうございます。あ、さあということでね、今週も、あ、そう、名場面は皆さんからのリクエストで、ね、運営されております。こちら名場面アットマークそらやび 24.com、 こちらの方に送っていただけました。日付時間で、まあ、誰がどんなことをしてたのかっていう内容をちょっと書いていただくと、スタッフの方で非常にその素材を作りやすいです。あと同じようにこの名場面以外にもハッシュタグでツイッターの方でつぶやいていただければ、スタッフがそこに探しに参ります。はい、まあね、なかなかね、これちょっと面白かったですってツイッターで公に言うのはね、なかなかハードルが高いかなっていうふうには思っています。あ、ハッシュタグは名場面名場面です。そうです、ハッシュタグ名場面名場面。はい、こちらの方に送っていただくと確認させていただきます。はい。はい、いやー、ホタル最高だったって、いや本当そうですね。あ、そうだ、ホタルの映像って今そこに入ってる、入ってないか、ホタル入ってないか。いや、あのすごかった映像をね見ながらお別れするっていうのも手だなってふうには思いましたけどね。あ、ちょっとあるそうですよ。
4K の映像はさすがに伝送ができないので、あれはこうテープで持って帰ってから編集しますけどね、いや今週のねやつはすごかったですね。タル特番本当良かったわ、ありがとうございます。あ、今日しらせのイベントもあったんですけど、僕ねまた別の仕事が入ってて、そうしらせには行けてないんですよ、サポーターの皆さんね、たくさんしらせの方に行っていただいたみたいでありがとうございました。はい、今日はシェアも来て、午前中1回午後1回と演奏をしてくれたんでね、はい、また盛り上がったかなと思いますけど、はい、木田さんはいたのかな。木田さん結構ね、しらせに出現率高いですけどね。いました、いました、あいたそうですよ、ね、いつもなんか食ってる、そうですね、食ってるリポート多いですよね。しかも説明とかしないで食ってるパターンもありましたよね。マスアールの食レポ、はい、あ、ホタルの、あ、映像、うわ、来ましたね。これなんか BGM 変えましょうか。いやなんか幻想的なやつがいいですよね。さっきノクターンかかってましたけどね。はい。なんか切なくなってきた。これ特番中はね言えなかったんだけど、コメントでねちょいちょいふざけてるコメントもね来るの、ホタルの墓って映画あるでしょ、でせっちゃんって出てくるのね、節子、それをもじってねやってくるね、コメントとかもあってね、ちょっとね、笑いそうになっちゃう、危ない危ない。あれはね、いい映画ですからね。あー、しかすごい綺麗。これ船はこのホタルを見物するツアーっていうのをやられてるそうです。地元の人たちが船出し合ってなんかやってるって言ってましたね。ちょうどこの中継にも出てくれたんですけど、何匹ぐらいいるか、これはもう数百っていうレベルじゃないですよね。でもここだけじゃなくてずっと続いてますからね。光のウェーブがすごい、そうですね。これでもまだ落ち着いた方じゃないですか。一時もっとその山の上の方まで光ってるタイミングがあったんで、いやーこれ 4K で見てみたいですね。これね、撮影失敗してなきゃいいんだけどね。前失敗してましたからね、 4K の撮影失敗しましたっつって。いやこれね、ほんと鹿児島行きたくなりますね、こんなに。で今がピークですって、あと1週間ぐらいですって、なんでもしお近くの方いらっしゃったら今がチャンスですよ。自然の偉大さ、ほんとそうですね。まあね、今回中継したところじゃなくて、
多分ホタルのスポットってまだまだあると思います。あのウェザーニュースタッチのアプリの方でも今ホタル情報っていうのを出していて、そこでは、120地点かな全国の中で、はい、地点を検索することもできるので、もしお近くのね地点があったら見に行っていただければと思います。もう本当に今時期しか見られないです、はい。あのホタルの種類って日本でも生息しているのは50弱ぐらいいるみたいなんですけど、そのうち17種類ぐらいって言ったかな、その光るのは。で、あのその中で一あの有名なのはゲンジボタル、ヘイケボタル、あとヒメボタル、この3種類が、まあ、一番有名みたいですね。で大きさもその順番みたいで、でヘイケはちょっと時期が1ヶ月ちょっとぐらい遅いんですよね。うん、ゲンジとヒメボタルはだいたい5月から6月、6月いっぱいぐらいではもう終わってしまうと思うんですけどね。ヒメホタルも綺麗ですよとコメントいただいてますね。ねえ、ヒメは見たことないですよね。うん、あ、近くにホタルの里あるから見に行こうかなって、いいですね。会長いい味出してましたね。ほんと今度会いに行きたい。ヤスさん、ホタルのヤスさん。おお、手前飛んでくれるのいいね。ナイス、空気読んでる、やつけた。ほんとそうね、いいね。青木とか360度で撮ってないかな。なんか撮ってそうだな。でも会長映り込んでそうだよね。360度だったら。あ、もう何年も見に行ってないって。ごいっすーって。いや、これこそ名場面だよね、今日のね。なんでこれがノミネートされてなかったんだって話です。確かに、ほんまや、ほんとだよ。いやー、これ名場面だ。うん、あと愛媛の方もねすごく良かったですよ。うん。あー、これノミネートされてたら圧倒的だったよなって。あー、大賞が、うん、まあこれかなわないよね。人じゃちょっとかなわないよ。ああ、これ VR で見たいわ。おっしゃる通り。ああ、これ VR、 今これソニーのカメラなんですけどね、VR 用にその360度撮れるカメラでやると解像度がちょっとね、やっぱりまだそんな高くないんですよ。だからね、ホタルって認識できるほどできるのかな、できないよなって感じで。 α7S を使ってなんかね、6台使えば VR 撮影できるって言われてて、確かにね、うちその7元中継やるから7台あるっちゃあるんですけど、今回4箇所にも分散してたんで、ね、ちょっとそれつなげることはできなかったんですけどね。うん、 VR 授業とかやらないのかって。結構うちで撮ったその桜の VR とかも、素材提供くださいって言われること多いです、はい。ただね、あの授業になるほどではないのでまだね。うん、いやー、素晴らしいですね。あ、いけない、もう1時だ。はい、さあということで皆さんと一緒に
ホタルの映像鑑賞してまいりました。なんか今日は心が洗われたようなそんな終わり方ですね。はい。さあ心もねなんか癒えたということで、うん、来週ももう今週か今週も頑張って癒えようで締めたいと思います。さあはってみんなね見入ってたみたいだね。はい。スタジオにもいるっていないですよ。ここにはホタルはいないですよ。はい、同じように光ってますけど。さあそれでは今週も頑張って参りましょう。えいえいおー、おやすみなさい。